ヘーター・ヘーグルは、ナチス・ドイツの新兵隊員。最終階級は、新兵隊中佐。RSD のヨハン・ラッテン・フーバーの部下で、アドルフ・ヒトラー自決の目撃者である。1897年に、バイエルン王国リンゴルフィングに生まれる。ランツフートで、工場労働に従事した後、1916年に、バイエルン軍第16不評連隊に入隊し、 第一次世界大戦に従軍。大戦終結までに五町に昇進している。戦後の1919 19年にミュンヘン警察学校に入学し、1920年警察官となり、1932年からは刑事警察に移る。1933年に新英隊に入隊。アドルフ・ヒトラーの警護を担当し、1934年に新英隊中尉になる。 1935年4月からは、ヨハン・ラッテン・フーバーが創設した RSD に配属され、第一部指揮官に任命される。これ以降、ヘーグルは、ヒトラーの警護のために、オーバーザルツベルク、ミュンヘン、ベルリンを転々とするが、1944年11月に RSD 刑事部長に任命されると、ベルリンに常駐するようになる。1945年1月からは、 相当地下号で執務を取るようになる。4月27日、ハインリヒヒムラーの側近であるヘルマン・フェーゲラインが相当地下号を脱出したため、ヒトラーから敵前逃亡罪でフェーゲラインを逮捕するように命令される。愛人宅でフェーゲラインは逮捕されたが、その際、フェーゲラインは泥酔状態だったという。翌28日夜、 ヒムラーが連合国と独断で和平交渉を拡作していたことが発覚し、激怒したヒトラーは、ヒムラーの逮捕を命令すると同時に、ラッテンフーバー、ビルヘルム・モーンケ、ハンス・クレープス、ビルヘルム・ブルクドルフを臨時軍事法廷の判事に任命し、フェーゲラインを裁判にかけた。裁判は、モーンケの主張により短時間で終了し、フェーゲラインは、ラッテンフーバーに引き渡された。 ラッテン・フーバーは、処置をヘーグルに任せ、29日深夜にフェーゲラインの銃殺刑を執行した。なお、ローフスミッシュによれば、ヒトラーは、フェーゲラインの拘束命令は出したものの、処刑は、ヘーグルの独断であったという。4月30日、ヒトラーとエヴァ・ブラウンが自殺すると、エバルト・リンドローフ、ハンスライザー、ハインツ・リンゲ、オット・ギュンシェと共に二人の遺体を地上に運び、 焼却した。翌5月1日夜、ヘーゲルは、地下壕の人々と共に赤軍が包囲する中ベルリン、脱出を決行した。しかし、日付が変わった5月2日にバイデンダム橋付近で、頭部を撃たれ死亡した。ありがとうございます。